セイド・ケータ、セイド・ケータ、セイリュ・ケータ、1980年1月16日隊は、マリ・バマコ出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションは、MF、センターハーフ。マリ・共和国、バマコで生まれたケータは、17歳の時に、フランスのオリンピック・マルセイユに加入。3年間の在籍では主に、リザーブチームでプレーした。 1999年9月19日に1から0で勝利したトロは AC 戦でデビューを果たし同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ1999から2 0で3試合に出場したが2000年末に退団した2001年にリーグでの FC ロディアンに加入するとすぐさまチームに欠かせない重要な選手となり37試合一得点でリーグアン昇格に尽力した 翌シーズンは怪我のため、出場機会がわずかに減少したもののクープ・ドゥ・フランス決勝の SC、バスティア戦で90分フル出場しクラブ史上、初タイトルに貢献。クープ・ドゥ・ラ・リーグでは、タイトル獲得こそならなかったが、決勝まで進出したが、一方リーグ戦では18位と再開に終わり、1年で2部に戻ることとなった。2002年。 UEFA チャンピオンズリーグ2002から03、出場のため強化を望んでいた RC ランスに引き抜かれた。5年間の在籍で最終的にチームの首相を任せられ、最後の年となった2006から07はリング戦5位、UEFA カップ2006から07ベスト16に終わりタイトル獲得こそならなかったが、個人としてはキャリア最高の11得点を挙げた。 この年の最優秀選手は、フローラン・マルラに次ぐにと惜しくも逃したが、ベストイレブンの方に選出された。2007年7月11日、4年契約で、リーガ・エスパニョーラのセビージャ・ FC に移籍。レアル・マドリードとのスーペル・コパ・デ・エスパーニャで両試合に出場し、2試合合合計6から3でタイトルを獲得した。11月27日の UEFA。 チャンピオンズリーグアーセナル FC 戦3から1で同大会初得点を挙げ、イングランドの競合に2007-08シーズン初の負けをつけた。同シーズンはチームは5位に終わり UEFA チャンピオンズリーグ2008から0球出場権を逃したものの、個人としてはリーグ戦31試合 UEFA チャンピオンズリーグ9試合に出場し、11月3日の レアルマドリード戦での得点も含めて、計7得点と成功を収めた。2008年5月26日、FC バルセロナと4年契約を交わし、同クラブに所属した初のマリジン選手となった。遺跡金は約1400万ユーロと推定され、違約金は9000万ユーロに設定された。8月13日の UEFA チャンピオンズリーグ予選。 ビスはクラクフ戦でデビューして、ホームで4から0と勝利を収め、8月31日の CD ヌマンシア戦で1点のビハインドを追いかける、中で後半にアンドレスニエスタに代わり途中出場シリーグ戦デビューをしたが、追いつくことは叶わず、アウェーの地で0から1と敗れた。11月16日のレクレアティー・ボウェルバ戦、2から0で遺跡後初得点を挙げた。 11月23日のヘタフェ CF 戦、1から1でリーグ戦2得点目を決め、ビジャレアル CF 戦、2から1で3得点目を決めた。UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエル・ミュンヘン戦ファーストレグで1得点を決めた。決勝のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦では72分に FW ・ティエリ・アンリと交代で出場し、優勝の瞬間をピッチで経験した。 2009から10シーズン第8節のレアルサラゴサ戦、6から1では、キャリア初のハットトリックを達成するなど、出場29試合中先発23試合と、国内リーグ連覇に貢献した。2010から11シーズンも変わらず、レギュラーとしてプレーしていたことから2010年8月31日に、クラブとの契約を2014年まで延長したが、翌シーズンになると出場機会の減少に伴い、 移籍を希望した。2012年7月7日、4シーズン過ごしたクラブを離れることが発表され、その2日後に中国スーパーリーグ、大連アージハマー足玉クラブへ移籍することが決定した。2014年1月30日、バレンシア CF への移籍が合意し、1年半ぶりにスペインに復帰した。2014年6月、AAS ローマへの移籍が決定。 契約は1年間。2015年7月14日に契約を1年延長し、2015から16シーズン終了後に契約満了となった。2016年8月17日、カタールスターズリーグのアルジャイシュと半年間の契約を締結したことを発表した。U-20 代表時代に参加した 1999FIFA ワールドユース選手権では、 3位決定戦の U-20 ウルグアイ相手に唯一の得点を挙げるなど活躍し最優秀選手に輝いた。2000年4月9日 2002FIFA ワールドカップアフリカ予選のリビア戦でマリ代表としてデビューしアフリカネーションズカップに6度出場している。2010年1月に開催されたアフリカネーションズカップ2010開幕戦ではホスト国のアンゴラ戦 4から4では2得点を挙げ、3試合目のマラウイ戦、3から1でも得点を決めているが、グループリーグを突プすることはできなかった。また、南アフリカで開催された、アフリカネーションズカップ2013でもホスト国相手に、得点を決めている。マリサッカー界の AUFW、サリフケータをおじに持ち、同じく、マリ代表でプレーする、いとこのモハメド失コをはじめ親族に、 多くのサッカー選手がいる。2008年5月12日にセビージャ市内の病院で第一子が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。